独身ナウ浅川津です。林啓司です。お、普通じゃん。いや、もう普通でいいだろう。いや、普通だったんだから今まで。っていうことでね、まあ100日後に死ぬ林啓司ですけれど、まあいいけどな。ちょっとコメントいただいたんですけど、まあこのコロナの不況で、この独身の立ち回りというか、結婚する人減るんじゃないかみたいな、こうその辺の話をしてもらいたいというね、ちょっと要望があったんで、まあ、確かにこの時期そうだよな。これから、まあコロナで、まあ特に今年はね、まあ GDP なんかもすごい下がってるって予測も出てるんで、すごいでしょう。まあちょっとね、それに付随してさ、まあ10年前のそのリーマンショックの時どうだったのかなと思って、その当時のね、いろいろ婚活の記事とか読んでみたんだけれど、これがね、まあ意外に面白いデータというか、不景気の時ってね、女性はね、逆に結婚したいんだよ。ああ、でもこれはね、物言いだな。はいはいはい。リーマンショックの頃、例えば当時俺女の子とね、ちょっとデートとかした時あったんだけど、え、何リーマンショックっていうぐらいの、まあそうだな、今とちょっと状況は違うしね、あれからかなりテクノロジーとか、その IT とかも、だからあの頃と同じ心境ではないと思うんだけれど、でも心理としてはわかるじゃん。その不況になるから、やっぱり結婚相手を見つけて、その身を固めたいっていう人が増えてる、あと子供を産みたいとかって、そのだから、確か311の地震の時も、それを契機に今結婚とか子供を作ろうっていう人が一時的に増えたっていうニュースはなんかで見たことあるんだよな。いやー、それみんなバカなんじゃないそいつ。いやいやいや、本能みたいなもんじゃない？その、だから、あれもそうだって、アメリカの911のテロの時も、ああ、そうだよ、あれもそうだよ。あの時も、やっぱりそれを契機に、結婚する人が増えたっていう話はあったから。じゃあ、俺、ちょっと、飛鳥君聞きたいんだけど、それでなんで結婚したいと思うんかな？あ、だから、これは、俺らは違うわけじゃん。俺ら独身からすると、逆に不景気には、一人でいる方が絶対、身軽だから、不景気になればなるほど、あ、俺は一人でやっていけるから楽でよかったなって思うじゃん。これが多い思ったそれは。で、家族がいるとやっぱり仕事クビになったりとか仕事が減ったりすると、それがやっぱりダメージでかいからっていうことだとは、まあこれは俺ら男側の独身の意見なんだよ。でもほら、女性側からするとやっぱり頼りになる男性が欲しくなるのはやっぱ不景気の時なんだよ。うわー、なんかムカついてきたな。不景気になったらお便りにしたい人が出る？ふざけんな、バカ野郎、お前。お前、それを、林君の口からそれを聞きたかったのよ。もうね、自分の人生を自分で守れや。自分の、なんで誰かに頼ろうとすんねん。アホかって。じゃあ逆にあれだぜ、もし結婚したとしてさ、その、頼りにしてた人が亡くなったりとかしたら、同じようにショックになるわけやで。まあ極端な話するとな、その結婚した人がコロナだったら自分もうつっちゃうみたいな話になっちゃうし、今だったらそうだし、結局人はやっぱみんな孤独っていうかさ、人が一人なんだから、誰かに頼るとか、誰かがいるから安心するっていう考え方自体が、もうちょっとこの時代、今の時代ではナンセンスなんだよね。これはだからね、この質問、コメント書いてくれた方に対する回答としては、多分ね、もともと独身の人からすると、あ、独身でよかったな、このまま独身でいいよって思う方向になるし、逆にこの婚活してる人は不景気になると焦り出すんじゃないのかな。俺らみたいに基本的に一人でずっと生き抜いてきた人にとっては、ああよかった一人でみたいな、まあその気持ちの方が強いよね。強い。だってこれあれ、嫁さんおらんくてよかった、子供おらんくてよかったと思うで、今だったら家族がコロナにかかったら、まあショックだよね。だよな。だからそこなんだよね。だからちょっと考え方はちょっとこれはまあ全員が全員とは言えんけど、まあ、いや今回はあえてこういう時にやっぱ家族が欲しいな、やっぱ結婚してた方がいいなと思う人たちの意見を聞いてあげましょう。私がはいどうぞ。どうぞって俺はそっち側じゃねえからわかんねえし。あ、そうだよな。まあ今回で言うとコロナのショックがありそうだから、まあ会社倒産したりとか、その職を失ったり路頭に迷う人が出てくるんだろうなとは思うんだけれど。うん、そこで、ああ、やっぱ一人でよかったなって思う人が多いのか、逆に、うん、ああ、こういう時期にやっぱ寂しいわ、誰かそばに行ってくれた方がいいわっていう、すげえ単純な脳みその、うん、単細胞のバカな女がおるっちゅうことやろ。まあ、これでも、男でもいるかもしんねえけどな、不景気だから結婚したいっていうな。本当に昔の人とかちょっとわからんけどさ、うん、そこから順に子供を作っとった人もおる時代もあったわけだしさ。そうそう、だからこれで言うと今回みたく、うん、ほら余計な外出控えるってなるじゃない。うん、なるね。なるじゃない。で、確かね、なるじゃない。イタリアかどっかでコンドームの売り上げがすげえ伸びたっていうニュースが。ああ、これ聞いた。ドイツでね、うん、今大人のおもちゃが売れまくっとるらしい。そうそうそう。いや、ってことはだよ。ってことはだよ。やっぱり子作りがどうしてもこの時期は増えるんだって。じゃあね、結局セックスしたいだけやね。いや、それはそうなんだよ。快楽を求めてるだけなんだけど、結果的にやっぱりコンドームつけようがなんだろうが、行為が増えるんだから、出生率は上がってるはずだよ。まあ、その出生率っていうよりも、快楽の方が上なんじゃねえの、快楽率っていうのかな。避妊を失敗して生まれちゃう子供も当然いるだろうから。いやー、多分、俺はなんかこんな言い方、本当にね、子供が本当に欲しいっていう人からすりゃ、なんやねんお前不謹慎やなって思われるかもしれんけど、お前らまずセックスしてんやろ、バカと思うんだけどね。うん、それだってさ、やっぱり、ね、昔は今見てく娯楽がなかったわけだからさ、やっぱりやることといえば、家でやることといえばセックスぐらいしかなかったわけでしょ。それはもう今のね、ああいうアフリカとかさ、ああいう難民の人たちとかさ、ああいう発展途上国の人で。そう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 。同じそういうことだから。そういうことなんで、やる、やっぱ。それが今回、このコロナによって、その近代社会の生きてる俺らですら、その外出控えて家の中で娯楽を楽しんでくださいってなった時に、ドイツでは大人のおもちゃを買い出したり、イタリアとかでコンドームの売り上げが上がったりとか、結局そういう原始的な、非常になんていうかな、この営みに戻るわけだわな。まあだから、これからまあ、ちょっとね、VR とかで、AV とか見ないんじゃないの、まあ、アダルトの分野はどんどん進化はしていくだろうけれど。わかる気がする。あとほら、それでちょっと今日ニュースになってたけど、ポルノハブっていう結構大きなアダルトサイトがコロナっていうことで、その、有料じゃないと見れないやつも無料開放する。ソフトオンデマンドもなんかそんなのやってたでしょ、でしょって、俺知ってるような感じで言うな、お前。知らねえよ。で、俺、アクセスが集中しすぎて。いやいや、お前の方が詳しいと思うから、ネットのことに関しては。俺、あんまり。いや、そういや、あるね。そういったなんとかハブっていうのは。そうそう。ただまあこの本題はね、そういうことがやっぱり増えるっていうことなんだと思うよ、その性欲的にも。特に今なんてやっぱコロナなんて言ったらやっぱね、人と人と接触、やっぱ濃厚接触ね、濃厚接触する場所じゃん、キャバクラだろうが風俗だろうがさ。だからデリとかそのソープランドみたいなとか客減ってんじゃないの？いやめちゃくちゃ減ってるでしょ。だってさ、来てさ、何エアヘルスだよ。エアデリヘルだよ。エアやでみんななんか。だったらやっぱり家でエロビデオ見てた方がいいってなるわな。今はそうなってると思うよ。絶対だって、ハグもダメだと思うし。そう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 。性風俗産業っていうのかな。それだけで、まあ、水商売全部そうかもしれん。スナックとかああいうとこもそうかもしれんけど、今めちゃくちゃ不景気だと思うで。今年はそのできちゃった婚とか多いかもしんないよね。まあ最近もできちゃった子が多いからな。コロナが輪をかけてさ、その状況を作り出してるわけよ。家の中に閉じこもってやることといえばって話だから。まあそれでさ、やることがあるんだったらまだ幸せなんじゃないの？まあ別にいい、それはいいよ。別にそれは個人の自由だから家で、コロナだから家でセックスしようがなんだろうがいいけれど。俺はコロナのファンフィーターに頭当てた方が、俺は、しみじくるけどね、俺の場合は。ただその計画的でない子供ができちゃった時大変だよなっていうさ。これもまた反感食らうかどうか知らないけどさ、なんだろうな、不幸な子供をさ、作って、ってなんかかわいそうな子をさ、世に送り出すよりは、その前に薬かなんかでもう産む前にね、まあ日本はね、その、いわゆるおろす数が多いとは聞くけどね、まあもちろんね、結果的にできちゃった、まあ、宗教とかそういうでも問題でもあるわけでしょ。さ、俺らが例えばオナニーとかする時もさ、最初の頃ってさ、うわオナニーしちゃったって変な罪悪感なかったまあ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 それぐらいでいいと思うね。俺結構めちゃくちゃ言ってるかな、まあ、いいよなめちゃくちゃ、まあまあだいぶ話がそれてるけど、まあまあまあとりあえずね、今回はそのほら、コロナによる不景気と、まあその、なんていうかな、結婚独身、どういう立場がいいのかっていうあれだけど、まあ、俺らからするとこういう不景気がまたね、どんどん続くようであれば、まあそのねえ、これだってオリンピックだって1年延びちゃったわけだしさ、それでいろいろその潰れる会社とかも出てくるんだろうから。そうなんです、そうなんです、そうなんです。だから今ね、これからさ、安定したその生活を送れないっていう、もう先、まあ、強行だよね、もう。そういう、これからそういう時代が迎えていくにあたって、今から子供作ろうっていうん人がもしいるんであったら、相当な覚悟いると思うし、前に林くんが言ってたけど、その女性側からその私を守ってねみたいなのはもう古いよと、自分の身は自分で守れよっていう、まあ世の中になりつつあるから、まあ不景気が到来しても、そのなんていうかな、結婚相手に経済的なものを頼るよりはやっぱり自分自身で稼ぐっていう考え方じゃねえと、そうだね。難しいんじゃねえかな。特に今の時代なんて、正直大企業だろうが、公務員だろうが、いくらね、そんなすごい立派な資格持ってようが、いや、それが役に立つのか、それがいいのかどうかもう分かんない時代に突入してきたと俺は思うし、自分とその嫁さんのその雰囲気でさ、作っちゃおうか、作っちゃおうぜ、いい、中でいたしちゃおうぜ、イエーイみたいな感じじゃなくってさ、もっと生まれてくる子供とか、もっと先の未来のその子供がどうなるかまだわかんないっていう時代なんだから、もっとご利用は計画的にやってほしいよね。そうそう。全く、これちょっと、関係ないんですけれど、YouTube ライブをね、ちょっとこの宣伝を。全く関係ないな。本当に全く関係ないんだけど、まあそう、ふと思い出したんだけど、まあ、もうちょっと時間なんでね、宣伝しておきたいなっていうことで、まあ、この回を、公開してるのは多分来週だと思うんで、多分だけれど、4月の3とか4あたりかな。に、林くんとまあ YouTube ライブで生放送やってみようかなっていうふうに、まあちょっと実験をね考えてるんで。そうだね、なんだ、チャットとかでね、皆さんといろいろ、そうそう、コメントねいただいてっていうパターンで、コメントしていただいて、それに対していろいろ僕らが答えると。はい、っていうことで、まあね、ツイッターとかコミュニティの方で詳しく時間とか日にちとか決まったら流しますんで、参加していただければなということでね。はい。ぜひぜひ独身じゃなくて既婚者もね、お子さんがいる方、あるいは若い方々でもいいし。老若男女問わずね、もしね、うちらのこのおっさんの45のおっさん2人のトークに、まあ、ちょっとでも興味をいただいて、そうだね、フリートークでね、やっていきたいなと思うんで、まあ、そうだな、30分とか1時間ぐらい、まあ、喋ればいいかなっていう感じなんで。うちら初めての試みだからね、やるとしたら、これ。なんかね、前やろうとしたら、ほら、機材がうまくいかなくてできなかったんだよね。できなかったね、あの時はね。今、だから、できるかもって感じだから。そうそう。なんとかね、その目処が立ったんで、ちょっとやってみ、このね、スカイプでもできそうだなっていうのが目処が立ったんで、ちょっとね、最後にそれをね、宣伝しとこうかなっていうのを今思い出したんで、ということでね、まあ、今回はね、まあ、本当に今、コロナに関してはもうね、この、いろいろ日々ニュースが出てるんで。これね、もう今回本当にね、もうしばらくっていうか、いつまでちょっと続くかわかんないけど、しばらくコロナを中心に、トーク世の中がね、トークも、そこも展開していくのはちょっと致し方がないということで、その辺はちょっと了承いただけたらなと思いますね。はい。ということでね、今回はこのね、ちょっとまあコメントいただいた、うん、このまあ不景気とかコロナショックの時に、うん、まあどうあるべきかと。うん、俺ら的にはまあ独身継続とまあ当然のまあ結論なんですけれど、うんっていうことで、まあYouTube ライブの方もね、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろしければチャンネル登録お願いします。